体って裏切らないので、やったらやった分だけ必ず良い成果が出るというか、確実に体に現れてくるっていう、全てがこう自信になっていく。トレーニングから始まる新しい人生の第一歩。今回は、まあ、いろんな動きを取り入れて、まあ、いろんな方向から筋肉に刺激をしながら、ちょっと全身を追い込んでいくということをしていこうと思うんですけど、はい、こうやっぱり一人だとこう結構しんどいですよね。あと私思うんですけど、見られることってすごく大事だと思うんですよ。大事ですね。ね、やっぱりこう一人でやっているのと誰かに見られてるって、誰でもいいんですけど、もうそれだけですごい変わると思います。今日はじゃあお互い見ながら、かっこ悪い姿見せないんで頑張ります。僕も頑張りますんで、今回は、全身の運動ですね、いろんな種目、いろんな動作を用いたトレーニングを行って、全身を、サーキット運動、トレーニングをして追い込んでいきたいと思います。サーキットトレーニングという形で、まあ、全身を鍛えたりとか、上半身の動き、下半身の動き、お腹周りを、まあ、使うような動きっていうのを、まあ、複合的にできるだけこう速いスピードで、まあ、最初は大変だと思うんですけれども、速いスピードでトレーニングをこなそうとすると、筋力ってもう速度に対して筋肉ってこう使う出力って大きくなるので、できるだけ速く動かそうとすることもすごい大事で、例えば今日やった今回やった5種目の動きを全部やってタイムを測って、混んでやった時にもっとタイムが短くなっていくだけでも、その自分の成長っていうのが分かると思いますので、そういった意味でその自分のステージが上がっていくということを確認していったりとか、例えばそれを2回転回ってどれぐらいの時間で終わったとかっていうふうに強度を上げていけると、その自分の筋力のアップっていう部分が分かりやすく明確になると思います。レディーゴー。1頑張って、すぐジャンプ、2すぐジャンプ、3天井に向かってジャンプ、4そう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 、はい、5。サーキットは一番もちろんきついんですけど、一番好きかも。さあ5回5回頑張って、よいしょ、1。でも本当にサーキットこそ一人では絶対できないです。励ましてくれる人がいて、もう後半ボロボロだったんですけど、それでも頑張れとか、あと何回って言ってくれる人がいて、最後までやれて、でそこで得る充実感というか達成感がたまんないですね。いい感じ。10、あと5回、1、押し上げる、2、3、Cラスト、はい、OK。 今回は15回とかでやったんですけど、例えばそれを10回にしたりとか、達成した成功した経験を積み重ねることがすごい大事なので、いや今日もできなかった、ダメだったって落ち込むぐらいだったら、もう本当3回でも5回ずつでも、じゃあ5種目やるって決めて、少しずつ回数を増やして、自分の成功の体験を増やしていくことによって自信につながると思うので、いやあれやだなって言うんだったら、嫌じゃないと思えるところから始めていけるとすごくいいと思います。トレーニングなんで、ちょっときついところを頑張ってほしいなというか、今までできなかったことができるようになっていくっていう過程が見えてくると思うので、ちょっとチャレンジっていうのはこれまた大事なところだと思うので、少しずつ自分にチャレンジしていけるといい結果が出ると思います。